願いします。あーほなバルブレイブと絆2のまたぎ、これはねちょっと可能性あるかな。絆もやっぱ埋まってきましたよね。うわでかい、エピソードバジリスクチャンス来ました。で左のバルブレイブに関してはちょっと分かんないですけど、まあ、また1000円いくつハマってっていう感じでなかなか厳しそうと、であって4かもしれないぐらいの台を追うのはちょっと、まあ、4の可能性もちろんあると思うんですけど、はい、今高設定挙動かつ並び、まあ、今日は並びを意識しているというところで、並びでも挙動が良さげな箇所のマイジャグラー5が開いたんですよね。今この506番台が3773ゲーム、ビッグさんのレギュラーが16、レギュラーは十分足りてますと。でその横507番台が1対1で、今100分の1、1対1じゃないですね、あ1対1ですね、21の21で105分の1で、その大人に関しては16の10で、まあ、ちょっと弱いんですけど、それでもずっと子役をカウントされながら打たれている方ですね。この507番台、8番台は、しっかり、設定意識されていると。だからおそらくこれ並びだから打たれていると思うんですよね。で、そこでここ、まあ、これ前任者の方は子役カウントされてはいなかったですけど、今3794ゲームでビッグ15のレギュラー15で合成が126分の1なんで、この台自身もまだ全然5、6っていうところの可能性ありますし、なおかつ並びの可能性も、まあ、高い場所なので、この台を高設定狙いで打っていきたいと思います。クソハマりました、いきなり。いやー、いきなりこの675ゲームハマって、今141分の1合算中間まで落ちてきてしまいまして、でレギュラーもまあ、5、6の数値で引けてたものが今4、5の間というか、まあむしろ4寄りになってしまったというところで、ハマってる間にやめられたんですよ、ここが。ってことを踏まえれば、これここ4台並びではなくここの2台なのかなって考えるのがちょっと自然になってきちゃったんですよね。やっぱりちょっと根拠的にも受けなくなってきたのでやめます。今この985番台のカバネギが開いたんですが、そのお隣984番台の台がプラス3000枚ぐらいですかね、3枚で、でもう並びでいいんですよ。でそのお隣の黄門茶碗に関しても、まあ、右肩上がりにっていう感じで、おそらくもうここは並びでの高設定の可能性は非常に高いというところで、この台、もう高設定狙いで打ってきます。カバネギの設定推測要素なんですけれども、まあ、チャンスゾーン当選率であったり、まあ、規定ゲーム数100、250以内っていうところで当たりやすいとか、まあ、あとは設定示唆系ですね、まあ、いろいろありますけれども、まあ、もうこの時間もう19時というところなんで、まあ、今から判別というよりかは、まあ、もうむしろ、まあ、しっかりやめ時も見極めつつ、まあ、あとはどれだけ出せるかっていうことの方がまあ重要になってくると。さすがにね、もうねここは並びやと思います。だから時間内にどれだけ初当たり取って ST 入れれるかっていうところですね。はい、112ゲームからゲーム数前兆ステージですね。いやー、ここはちょっと前兆強め、あー OK、 ナイス赤文字で強い方ね。あれ嘘、よし、はい、123ゲーム持ちコインでつながりました。さあエピソード頼むぞ、早次郎様はいらない。あ、よし、エピソードボーナス、はい、カバネギオブジアイアンフォートレス言えるようになりました。はい、無名と生駒、まあ、ここで決めたいよね。はい、 60% いただこう、青か、
抵抗だが、よし、叩きました。よし、広角行かせましたね。はは、生駒さんや、頑張れ、ガム、生駒さん。1でいいから超えろ、超えろ、超えない、超えへんか、200枚。はい、広角1つ獲得でトータル260枚です。何が来ますか、生駒さん。残り10ゲーム、チャンス目引けてない、1回も。それは良くない。生駒、チャンス目。さあ、覚醒。うわー、ラスト。いや、引けへんか。あ、違う。うおー、ちょ待って、ちょ待って、ちょ、うーわ、こんな一発で出る。キリンからトゥルトゥル出ましたね。あんまツルツルじゃないけど、はい、まあとりあえず216まで、やっぱまあ56で、56ですね、56。うん、ただまあ時間内一応回していきます。はい、あー無理か、無理やわ。あ、行きました、186ゲーム生駒まです、チャンスオン。まあ、解析は出てないですけど、まあ、高設定とか6はなんか生駒チャンスゾーンが成功しやすいとかっていう話はありますよね。よし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 、待って、こ、おい、子役引けよ。あ、行ってくる、行った。はい、207ゲームです。持ちコインでボーナス。よし、エピソードボーナスです。さあ、2回目。ちょ、今度は3、4回頑張りたい。お、無名ビバか。三択正解で激アツね。ああ、激アツいただきました、激熱。はい、ビバ降格で。おい、さあ、どれだけいくかっすね。さあ、頼むぞ、無名さん。どうや、あ、なんか、まあまあいってんじゃん、まあまあいってんじゃん、これ。まあまあいってる気すっけど。いった、頑張った。422枚獲得。はい、トータル411枚です。さあ、降格は一つ、いか、あー、違う。いや、でも4分の1取るー。よし、ナイス、早かった。生駒さんか、こいチャイナ、チャイナ、チャワン、おい、こいちゃった、もう一丁、もう一丁、もう一丁はないか。いやー、まあでも300。はい、トータル620枚です。さあ、獲得は1つ。あー、ビーバーだ。おー、うまい。よし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 、いいですね、頑張ってる、繋いでるよ。あー、最高最高、このフリーズ下パネショート、いいですね、勝利、行かせました。
えないか。200枚です。はい、トータル720枚です。イコマさん、おわっと引いた。さあ 66% よ。これは外しちゃいかんですよ、いかんですよ。よし、きっちりこれをものにせんと。出たがりやな、超えないか。はい、トータル859枚です。いや、おし、20がパー。いやー、きついよな。さあ、残り3ゲーム。1回チャンスくれ。あーダメ。高設定ほど出やすいやつ出ました。トータル5セット822枚で終了です。あ、引いてくれ、引けない、終了です。おーい、早白を引いてしまいました。7600、これでなんぼだ、8600。ないのか。いやー、外すか。3回目かな、参りましょう。エピソード目指そう。それはあかんて、あかんて。チャンス目ゼロ、獲得枚数出ません。後期、はい、69ゲーム1コマチャンスゾーンです。よし、これ決めるぞ。ラスト、ラスト。そう、最悪、マジで。はい、141ゲーム無名チャンスゾーンです。さあ、ちょっとやらなあかんぞ。これ、ここでハマり食らったら負けるんで。試練劇、よし、2連撃、3連撃、4までいっとこう、4までとりあえず。うわー、よしよしよし、これでも8割超え、もう一発、もう一発。うまい、うまい、よし、ナイス、根性で持っていった。ダメ。はい、150ゲーム。はやじろ様。あ、うわ、また出た。もう違う違う、こういうのじゃない、こういうのじゃない。欲しいのは出玉やねん。もういいねん、確定は。厳しい。うわー、厳しいですよ。もうええって、ちゃうって、こんな格変いらんねん、ほんま。はい、426ゲームイコマチャンスゾーン。はい、来ました、イコマチャンスゾーンから447ゲームボーナス。あ、怖。はい、よし、行きましょう。では参りましょう、本日ラストです。頼むよ、無名とビバネ。
さっき駆け抜けたんやからな。な。オッケー、ナイス。いいね。確定は嬉しいよね、これね。無名やらして。生駒さんか。生駒根性見せろ。見せない。はい、トータル248枚です。頑張れ根性やな、ここ。あー、ダブル来た。6割大丈夫やろ。ああ耐えた、耐え、よかった。あー、ナイスターボー。さあ、ムメイちゃんやらしてくれ。なんかムメイちゃんやらしてくれって、なんかちょっと言い方あるやな。よし、来た来たよ。ぶっ放したれ、ぶっ放したれ。もうしょ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 。あー、早いような気がする。あー、255枚。はい、トータル403枚です。またすっぴんです。あー、これ何にも起こらへんバージョンや。来た、当てるしかない。かーかー、マジか。いや、もうなんでやねん、当たらんねん。中見てくれ、見てくれ。うわー、ノーチャンス目や。はい、3セット364枚です。残り、まあ、閉店まで1時間、もう打てる時間ないんで、実戦はここで終了させていただきたいなと思います。で、最後ちょっと2日目に向けて、しっかり、まあ、どういったところに構成点が使われたかっていうのも見て終了したいなと思います。で、カバネリなんですけど、これどうなんですかね。3、4台並びぐらいだったらずっと粘られてるんですよね、この角に角さん。まあ、だいぶ展開厳しそうですけど、で、まあ、ここの、984番台に関してはもう、まあ、6まであってもいいんじゃないかなという。で、まあ、僕の台5、6っていうところですね。で、もしかしたらこの黄門茶碗もあったかもというところです。あ、やっぱりマイジャグラー5のあたりは、まあ、ここの2台でしたね。僕のところちょっと探しましたけど、4台とかではなく、ここの2台、28の31、122分の1、39の35、108分の1なんで、まあ、もう、まあ、66か56かみたいな感じやと思います。で、アイムはおそらくここですね。518番台、519番台が、まあ、518番台が1対1で135分の1ぐらいで、こちらの台が104分の1ですから、むちゃくちゃいいんですよね。36の32、相当出玉も出てる。で、この番長ゼロいかついですわ。内角7500枚ぐらい出てるんですけど、まあ、もうぶん回しですよね。で、これね、まあ、僕キズナ2朝、まあ、番長ゼロは取れなかったんで、キズナ2の、まあ、やっぱりそのマタギのとこ行ったんですね、バルブレイブので。これもやっぱマタギなんですよね。おそらくトワルトのマタギかな。狙いとしてはやっぱり間違ってなかったっていう、マタギには入りやすい傾向はあるかなと思います。でもこれ気になるのはここなんですよね。エイブレカーがいいんですよ。950番台、952番台。ただね、この真ん中は全然良くないんですよね。まあ、さすがに上はないやろうっていう、まあ、もしかしたら4とかあったんかもしれないですけどね。で、シゴルとか並んでた可能性はありますけど、これ5500枚出てます。お疲れ様でした。初日の実戦が終了いたしました。今日もね、すっかりもう夜になっちゃったね、真っ暗なんですけれども、まず結果の方ですね、投資が235枚に対しまして回収が634枚だったので、3枚がプラスの399枚でした。で、今日の
まあ、振り返り立ち回りの方なんですけれども、まあキーワードとしては並びですね。2台以上の並びが、まあ、複数箇所存在するという中で、朝一はほんまにケツの番号行きましたね。でまあなんとか、まあ、絆2のバルブレイブの横っていうところを攻めたんですけど、まあ残念ながら、まあ、あって4かなというところで、まあちょっと今日絆に関してはもしかしたら6までは見えなかったかもしれないですけれども、その後ね並びを軸に、まあ、マイジャグラー5を耕し失敗しまして、で最後の最後にね、なんとかカバネリの、まあ、5、6確定は出ましたね、にたどり着くことができましたと。でまあおそらく6ではなく5くらいだったのかなと、まあちょっとねサンプル不足ではあるんですけれども、視差的には一応若干奇数寄りっていうところはあったんで、まあ5と思っときます。だってあの台でちょっと負けましたからなんやったらプラマイゼロかちょい負けぐらいですかね。まあまあまあそこは、うん、しょうがないんで、まあ今日はね後相撲できたっていうことは、まあ良かった点だったんじゃないかなと思います。そしてまだ初日が終わったばかりです。明日2日目がございます。引き続きミリオン明石店さんです。明日は一発も目指して頑張っていきたいと思いますので、またご視聴していただければなと思います。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。上昇のメソッドを見続けたらパチスロの勝てる確率、積も率などが上がるという噂もありますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。